愛良市立立正小学校は、鹿児島県愛良市中央部の東持田にある市立の小学校である。愛良市の小学校では、学級数、児童数が最も多く、1980年に分離で愛良小学校が開校している。1990年代後半は800人を割り減少傾向だった。しかし、近年では、 当校の校区内の各地で行われている宅地開発事業により、校区内の定住人口が急激に増加、それに比例して、当校の生徒数も右肩上がりに推移している。2013年12月現在の児童数はおよそ910人となっており、2005年度の800人強からわずか8年で100人、余も増加した。この生徒数の増加に伴って、アイラシでは、 東高の校区内である同市松原町一丁目に、愛良市立松原渚小学校を新設し、県小小学校の校区の一部を同小学校に分離した。同校は2015年4月に開校し、児童数は450人から550人程度を想定している。1910年4月1日に、それまで松原集落にあった松原神城小学校と、 森集落にあった菅原尋常小学校を合併して、検証尋常小学校として開校した。当初は分散授業を行っており、1912年になり、校舎が完成して、今の場所での授業が開始された。学生改革により立てマサ尋常高等小学校、検証国民学校、検証小学校と順次解消されている。第二次世界大戦中には、軍隊が、 校内に駐屯し、校庭に防空壕が掘られるなどした。対戦後もしばらくは引き上げ者の収容所として機能している。対戦後は鉄筋コンクリート作りの校舎の整備が進められた。アイラ町の人口増加に伴い児童数が増加していたことから1980年にアイラ小学校を分割した。小学校であるが制服が指定されており、男女ともに ブレザータイプの制服、下半身は男子はハンスボン、女子はスカートである。検証小学校は私立の調査中、重富中と2つの中学校で学区が分かれている。ありがとうございます。